次のグループお願いします。やべえの来たな、やべえやつ。はじめまして。お願いします。ご無沙汰です。ありがとうございます。あれバリューさんじゃないですか。お久しぶりですね、うん。俺をノックアウトした男。テンカウント人生で。バリューさん誰とやるの？俺でやる。バリューさん。やばいよバリューさん。みんな。はい。戦うことが好きなおじさんです。ちょっとね、今日はまあ俺とは血は繋がってないんだけど、タイガーが俺の子供だってこうネットとかニュースでバンバン上げられてね。で、まあ俺のジムにいたから、俺はね、自分の子供みたいに可愛がってたからファミリーだと思って、そしたらなんで樋口くんっていうのがね、あれちょっとここでやらかしてくれたから、お前こらって思って、ちょっと今日文句言いにしたんだけど、井口くんいるんだろ、お前と話しい人や。まあ俺になんか言うたんだよ。これ順に出れんの、まあ、ありがとうございます。なんでだよ、なんでお前にありがとう。お前やめえこれ、順に出れんのか、お前順に出れんの、順に出れんの、順に出れんの、お前順に出れんのか、なあ、目の鍵だろ、ちょっと待ってんの。なんでてめえでありがとうな。お前、俺の子に。おったよ、やべえ。お前もやめえ。あのさ、おい、なお前さ、いや、お前、あ、いや、ありがとうございます。ああ、はじめまして。お前さ、なあ、ブレザさんの YouTube でさ、よく樋口のこといろいろ言ってくれたの。なあ、当たり前。プロでやってんだろ。ああ。なんだ、落とすんだ。プロでやってんの、何落としてんの。恥ずかしくねえのか。何やってんの、リングでやろう。リングで。リングでやればいいだろ。もういいよ。ブツ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  YouTube でやってんの。プロなんだろ。じゃあルール決めてやろうよ。試合で。できんの。できるよ。それしに来たんだよな、試合しに。試合しに来たんだろ。お前がやるんだろ。俺がやってやるよ。わーってやってやるよ。あんだけ樋口が言われたんだから俺がやってやるよ。試合しに来たんだよな。じゃあルール決めてやろうよ。いいっすか、ここ。まあ、お互い良ければ。え、でも、俺、試合はしねえよ。試合は金もらえない、しないから。何試合金もらえないしね、俺プロだから。プロだったらお前ぐじ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 。いやプロだからファイトマネーもらえやらねえんだよ。いやファイトマネーは運営と話してもらってさ。いいよ。いやお前金持ってんだろ。じゃあ何しに来たんだよ。お前俺に1億払えよ。何しに来たんだよ。試合しに来たんだよ。試合しに来たんじゃねえのか。まずよな、お前がやる気ないんだったら帰らせましょうよ。もう試合やる気ないんだったら帰る。みんな試合やる気で来てんだよ、ここは。全然やる気ねえ。じゃあ何しに来たんだ。おめえらぐちゃぐちゃうるせえから文句言いちゃうんだから。文句言う場所じゃねえんだよ。なあプロだったらやれやし、ファイトマネーがあればやるんだ。お前も文句言ってんねん、こうやって。なあ文句言う場所じゃねえんだろ。じゃあ試合してやるね。試合してやる。文句言うねん。お別にする気ねえぜ。だから金払え。じゃあ帰れお前。で1億払えばやってやるよ。1分が1億でやってやる。こいつもう帰らしいっすか。じゃあやらないんだったら帰れ。はやらないんだよ。やってやるって1億払えば。プロだからね。お前さ、子供じゃねえんだからよ。日本でどこに1億の1分でやるやつがいるんだよ。話にならないですね。もういいよ。帰れ。帰れよ。ただここに来てるだけだったんだろ。このチームカットだわ。そこ試合やってよ。使えないもん。そこ試合やってよ。俺見たいわ。1億払えよ。話になんないかもしれない。俺はプロだからね。ちょっと帰るな。俺やったろ。金とか言わずに交換受けた方がいいっすよ。これじゃ話をしてみたいじゃないか。でも、これは、この場面こうなった以上、ここが引き受けた方がいいっすよ。じゃないと、ガリュー君たちが惨めに映っちゃうさ。これで、次の大会、いつあるのか知らないけど、その時に大体の大事合わせて、スパーリングするよ。試合を金もらえてやんねえから、スパーだったりしてやるよ。1分間殴ればいいでしょ。やったろ。
それはさ、ガリックの中のプロとしての定義があるんですね。その金もらなきゃやんねえよって。そうそうそう。だって俺はさ、いろんな団体からお金もらって試合でね、金のね、なる拳だから。でもやっぱみんな見たいっすよ。いやだから1分間もう俺ノーガードでガリタイム言っちゃってるで、とりあえず試合は俺他の団体もね、いっぱいあってお金もらって出てるから、それは申し訳ないが、俺ただ出てるのは。だからスパだったら試合からね、次の大会で体重代で合わせてスパーリングしちゃうから、何ラウンドでもいいよ。何回言うの、10回でも20回でもスパやってるから。俺が今まで出てる団体見て受けた方がいいっす今、本当に。だからスパだったら試合って。なんでだから来たんですか。じゃあスパだったら試合って、スパだから次の本戦ってことですよね。え、本戦ってことですよね。本戦でスパーリングしてる。本戦でそれでいいじゃないですか、うん、スパじゃなくて試合じゃないですか、それでいいじゃないですか。で試合は金もらえないよ、他の団体の顔もある。じゃあ他の団体もただで出ろって思います。スパって言い方してるだけだよ。ああ試合だよ。じゃあそのスパを本戦でやってください。あれ樋口くんも俺のチャンネルでいろいろあって、ガリュー君俺もともと知ってるから、で樋口くんと足ポケの件もあったからさ、あれだけど、その時に言わねえで、今この流れになってからいきなりさっきみたいにかまし入れ出すのは、それは俺のかもつぶしてるよ。そうすまん、お前ふざけんなよ。はい、すまん。皆さんめっちゃこんばんは、俺がガリューだ、よろしく。とりあえずですね、今日は、ブレイキングダウン12のことについて話したいと思います。今ね、いろいろネットとかでね、このジジイがね、こんな勝てねえよとかね、いつまでね、どこを吹き合ってんだとかね、なんかまあいろんなことをね言われてるみたいだけどさ、ね、最初ね、こう格闘技でね、最初俺が、特攻服着て、ね、メンチ切ってね、ガルタイムっていうのをやってね、喧嘩して呼ばれてね、何もかんも俺が最初、みんな。ね、まあ、ね、今度の試合で、まあ昔ね、の俺を知らない奴らにも、ね、若い子たちにも、ガリュッツこんな男がいたんだと。ミッシュやりてえなと思って、今今回上がるわけだけどね、まあウリタの子供もあるしね、ウリタもね、ガリュー信号を見せたい、見てもらいたいって言ってくれたからね、ありがたいことにね。まあ俺もね、よしとガリュー信号ミッシュやると、まあガリュータイムならぬガリューショータイムミッシュやろうと、ガリュー信号ここにあり、よろしく。で、一つね、あと言いたいことあって、ガリスイッチオン。おはぎやろ、お前よ。ブレイキングダウンのオーディション順でよ。お前、俺に言ったよな。ネットでごちゃごちゃ言ってんじゃねえとか。ちょっと待て、お前。な、ネットでごちゃごちゃ言い始めたらお前らだからな。ガリューが許せねえとかよ。な、ケツ持ち出しますとかよ。俺はよ、お前らに頭来たからよ。な、お前らっていうか、樋口に頭来たからよ。な、で、ウリタに電話して話させてくれ。つって、俺は話してんで、時間に。ネットじゃねえんだよ。な、そうして俺が言ったら、お前らがネットでごちゃごちゃ言い始めたんだよ。だから俺はネットで返したんだよ。お前、頭大丈夫か？な、お前だからな、先に。な、ネットでごちゃごちゃ言い始めたの。だから俺ネットでごちゃごちゃ言い返しちゃったの。ほんと。気をつけなよ。お前ドランカーじゃねえの。お前、たかが20銭ぐらいしか言ってんのに。まあ、さ、とりあえずね、俺もアンパン食ってんじゃねえとかさ、こう、ね、なんだかんだ言われてるけどさ、こんなじじいにできんのかよとか、まあ、確かにヨボヨボのおじいちゃんだし、ね、もうパンチ力もねえし、スタミナもねえし、ね、こうね、俺やられちゃうかもしんねえけど、まあ見とけよ。ガリュー信号、男の生き様は見してる。よろしく。お前、萩原、覚悟しとけ、こんなやろ。ガリュー信号のね、男の生き様見せるんで、よろしく。ね、とりあえずで、まあ、今回ね、もう、あとどれぐらい俺もね、
リングの上に立てるかわかんないけどさ、まあ今回ね、気合と根性っていうのを、見してやりたいんで、ぜひぜひ、ね、会場立川立ちアリーナに来て、ぜひガイル慎吾の男の生き様を見てってください。よろしく。まあね、今までにないぐらいのねパフォーマンスで、ね、見せてやりたいと思ってるんで、まあいろんなね、いろんなこと言えて、もうガリュー、どうしようもね、ダセ、ヨエ、ね、デブだ、なんだかんだ、ね、言うやついっぱいいると思う。全然、それ構わない。お前らに何かを言われて、言われたいからやってるわけじゃないし、別に。ね、俺は俺の生き様を自分でこうしたいと思って生きてるだけだから、言いたいやつは言えばいいよ。好きに。好きに言えよ。ね、俺が勝とうが負けようが何しようが、まあ俺勝つけど。で、でも何でもいいんだよ。とりあえず俺は、ガイル・シングって男が、ね、引けねえプライドを持って、リングの上立って、暴れるぜと。それを見に来てくれよ。よろしく。まあ、それで、ね、こう、最後にね、ね、俺が、ガイルだ、よろしくってやるんで、みんなもね、最後、よろしくって、声出してね、言ってくれたらいいなと思います。俺が勝ってね、最後挨拶でやりますんで、みんなこれさ、俺がガイルだ、よろしくで締めたいと思います。よろしくお願いします。イエイ。ぜひ、じゃあ、会場で待ってますんで、俺の生き様を生で見に来てください。お願いします。まあね、俺がねこうね、こうもうデブでもうジジイでね、こんなもう弱えよ、帰りなんか見たくねえよと思うやつね、いっぱいいるかもしんないよ。だけど俺はね、プロの格闘家として、まあ、エンターテインメント、試合ももちろん面白い試合しなきゃいけないし、勝たなきゃいけない。でもその入場からね、メンチ入りから我流タイムから最後終わってから、それまで最後までね、パフォーマンス、我流慎吾というパフォーマーね、それをね、まあ、プロとはこういうもんだっていうね、ものを見せたいと思ってます。皆さんね、ぜひね、会場の方にね、足を運んで、ね、ガイル慎吾のね、プロとしてのパフォーマンス、見に来てもらえればね、分かってくれるかなと思います。よろしく。